カルミネミノ・ライオラは、イタリア・カンパニア州、ノチェーラ・インフェリオーレ出身のイタリア系オランダ人の、サッカーのフィファ公認代理人である。同業のジョルジュ・メンデスと共に、サッカー界に、最も影響力のある代理人の一人として、知られている。1967年11月4日、イタリア・カンパニア州サレルノ県のノチェーラ・インフェリオーレ、にて生を受ける。1歳の時に、家族と共に、 オランダのハールレムに移住。両親はそこで、イタリア料理店を開業し、ミノもそこで働きながら、法律学校に通って、法学の他に7カ国語に精通する。また当時は、地元の HFC ハールレムに所属していたが、サッカー選手として大成することなく、18歳で、現役引退。その後は不動産業など実業家として活動しつつ、 ハールレムの育成部門テクニカルディレクター職、後のスポーツディレクターを経て1986年に自分の会社を設立し、サッカーの代理人業務に関わっていくことになる。堪能な語学を生かして、選手組合からの依頼を受けて、オランダ市場の海外担当者となり、ブライアンロイやデニス・ベルカンプの国外遺跡に携わる。飛躍となったのは1996年に、 パベルネドベドのラツヨ遺跡を成功させたことで、一挙に名声を高める。また、顧客のポール・ポグバの2012年のユベントス遺跡に、際しては、フリーで遺跡させる条件として、ユベントス側と、次回、ポグバが5000万ユーロ以上の遺跡金で遺跡する際は、その45%を、手数料として受け取るという契約を結んでおり、ポグバの2016年のマンチェスター・ユナイテッド遺跡は、 当時歴代最高額の8,900万ポンドに、及び、ミノア4,100万ポンドの手数料及びベッドの報酬を受け取ったと報じられている。イタリア出身であることからセリエへのクラブとコネクションがあり、ルチアーノ持ち、アドリアーノガッリアーニといった大物との関わりがある。また、ラツワンな反面、強引な手法、時には、自らが顧客の所属クラブや監督を批判することもあり。 過去に、選手の遺跡でもめたアレックス・ファーガソンや、AC ・ミランから批判もされている。https://sportiva.shueisha.co.jp/.clm/.football/.wfootball/.2016/.11/.16/.post 1166 インデックスに PHP ハット、ポグ売席で60億円ゲットミーのライオラ代理人って何者なのかカリ、http カリ .jp2017-05-11 フーイズミのライオレ KGN-12018 年1月20日、閲覧。ありがとうございます。